はい。 サブチャンネルの僕です。ということで、今回は九州勢で,ですね。のサブチャンネルのレビューの方やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、九州勢、昨日 J1、福岡も突市も敗れてしまうという、なかなかね、悔しいゲームになっておりますけれども、この試合も改めて振り返っていきましょうという話でございますね。一応メインチャンネルの方でもですね、この試合両チームも振り返りやってますので、レビューとかですね、やっているので、動画概要欄からですね、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 お願いいたします。ということで、まず福岡から行きましょうかね。いや、福岡はなかなか厳しい。試合展開でまあ、正直ね。後半80。 分過ぎですかね。まで見ていると、まあ引き分けでもこの試合は御の字かなって、まあこんだけ攻め込まれてね、なかなか福岡がやりたいことができない。この状況であれば、まあ、引き分け勝ち点一、まあアウェーだし、勝ち点一。持ち帰れば、まあ御の字かなっていうまあ僕は消極的な見方に、まあ正直なってはいたんですけれども、しかし、まあそれでも最後やられてしまうんで、やっぱグローリー選手、何回見直しても、やっぱり最後足が止まっているんです。あの失点シーンですね。で、まあ、枚数ですね。まあ、このペナルティーエリア。 付近の枚数的には広島ねサンフレッチェ広島のがリスクをかけて最後1点取り,て取りに来ていたんでまあ、ちょっと福岡としては守りづらかったからというのはもちろんねあるんですけれどもそれにしてもちょっと、えー、グロリ選手足を出すというかまあ、足を動かしていればなんとかなっていた可能性があると思うそういうゲームだったんでこれはなかなかに、えー、ちょっと とセンターバックどうしたっちゅう僕は見てますけどもねまあしかし広島もそもそも良かったっていうのがありますまあそれこそね相手を窒息させるじゃないですけれどもね福岡がやりたいことはやりなかったさあここからアビスパ福岡のカウンターだっていう時にしっかり潰すことができたこれやっぱり 今年の広島の、えー、特徴ではありますね。どん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 相手のカウンター、これ発動する前に潰し球とか、まあ、シュートまで行かせないとか、この広島はね、これ今年これで、えー、3連勝ですかね、これ3連勝でございますね。それでまあやっぱりこんだけ組織的な守備ができていて、で、攻撃陣もしっかり最後点を取る、ほんとしぶといチームになっているんでね、しかもこれマイナス、そしてこのアビスパ相手に2試合連続で無失点ゲームということでね、これはなかなかにこれ広島も、えー、手強いというか、これからね、スキッペ監督がチーム 仕上げてくくるると思うんんでさらにこれかか強くなな可能性も高いいじゃないかまあ、前線です、ね、長井選手がフォワード、センターフォワードとか入ってはいるんですけど、まあ、守備のところ、ね、長井選手、守備のところでは結構やってくれるんですけども、ちょっとやっぱ攻撃、得点という意味ではちょっと物足りなさ正直あるんですけど、やっぱこのファーストディフェンダーとか、まあ、チームとしての約束事とかいうことを考えると、こ長井選手のこれプレッシングというのは結構ハマっているんでね、まあ、得点以外のところで長井選手の貢献度というのは結構高いんじゃないかなと思ってますんで、さ さっき広島は2試合連続無失点と言いましたけどその前の湘南戦ですね、4月2日の湘南戦も1対0で勝っているので、まあ、3試合連続で無失点完封勝利ということで、しかもこれね、この3連勝、今ちょっと日程見ながら見ているんですけれども、開幕から5試合ですね、広島は開幕から5試合勝ちがない状態で、日本代表、代表ウィークですね、代表中断明けから3連勝ということ、まあ、スキッペ監督がこれ、仕上げてきた感じがします。まあ、キャンプにはなかななかかかこれ合流できなかった スキッペ監督ではあるんですけど、中断期間中にこれ相当チームを特に守備のとこをですね、仕上げてきた感があるんでね、しかもここからジュビロ、清水ということで、今月残りリーグ戦2試合残っているんですけど、ジュビロも清水もなかなか苦しんでいる2チームになってくるんで、広島ここからまた勝ち点伸ばす可能性が高いなっていうのは見てますが、まあでもだからって福岡もね、これもうちょっとやることができたんじゃないか、もうちょっと戦うことができたんじゃないかということで、ゴール期待値ですね、これアビスパ福岡のゴール期待値というのを見て 言いましたというか前から高い位置にはあったんですけども、一応アビスパ福岡のゴール期待値ですね。まあ、どれだけゴール前に人数かけて、これ得点の匂いがするかっていう、まあ、そこを見てもらったりとか、そう思ってもらったらいいんですけどゴール期待値は全体の5位なんですね。要は、得点がリーグ5番目ぐらいじゃないとおかしいよっていう数字と思ってもいいのかな。まあ、本当ゴール期待値が5位ということですね。だから本当もっと点が入っていないとおかしい展開。そして、しかし、じゃ決定力ですね。ゴール期待値、ゴール前までしっかりボールは 運べていて得点のいそのまあ得点を作るお膳立てはできているんだけど決定力リーグ18位ということでシュート決定率これ18位最下位でございますね。これ一応4月11日朝現在にはなっているのでもしかしたらちょっとこれ動画上がる頃とかちょっと数日経てばデータこれ反映が変わる可能性があるんでまた。 数字は変わってくるかもしれませんけど、まあ、少なくとも現在収録している4月11日朝現在ではゴールキタチは5位しかし決定力18位というので、まあ、如実に現状を表して,るなっている感じが、まあえー、しますね、まあうんまあ、しかしまあ単純にですけれども、ね、僕素人ですね僕のような素人の見た感じであるんですけどちょっと攻撃の時ですね福岡がボール持って、まあ、ある程度ポゼッションしてゴール前でボール回している時ボランチの絡みというのはもうちょっとあってもいいのかなというのはあります 今年よりももっと高い位置でプレイすることができていたんじゃないかなというのはあって、もちろん今年もこれ、中村俊選手も高い位置取ったりとか、えー、前選手がね絡んできたりとかあるんですけど、昨年よりはちょっと効果,効果がちょっと薄れているというか、もっと昨年はこのボランチの攻撃参加をうまいこと生かしている感があったんで、ここがもうちょっと増えてくればちょっとは変わる感じはしますが、しかし今やっぱ、うーん、フォアのところですね、山岸、ファンマ、えー、ルキアン、この辺の得点というのがやっぱり、ね、伸びないというか、ルキアンノーゴールですしね、なかなか伸びてい このファーマ選手は気持ちが惜しいし、1本あったんですけども、ゴールキーパーファインセーブにあってしまうんですけど、うん難しいなって感じがします。まあ、ファンマーと今うーん。まあルキアンとファンマーどちらを軸にそれかってなってば、今ファンマーマ選手の僕はいい感じがするんで、山岸ファンマーのこの成熟されたも、それこそ j2 時代からやっていた。この2人のコンビをしばらく継続した方が僕はいいと思うんですけども、ルキアンはちょっと時間がかかりそうだ。な 本人も相当焦っているとは思うんですけどもね、まあ、だからフォワードの得点ももちろん期待しないといけないんですけどもっと3人目、4人目、ですこの3人目、4人目の動きにボランチがどんだけ絡んでくるかというのがやっぱりねこれから福岡の得点率ですね、これ、増やす可能性高めると思います。まあ、特に広島もそうですけどもね、どん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 後ろからセンターバックの選手とかがまあえー3人目、4人目で絡んでくる、やっぱここ人数とかリスクかけたときはサッカー得点生まれやすいんで、まあ、これ、正しいリスクの買い方というのは僕は重要と思います。ちょっと福岡 リスクかかけ方が少ないかなっていっ、ねまあ、そこはやっぱ長谷部監督の戦い方次第になってきますけどそこちょっと今後ねもうちょっとリスクを負って攻めてもいいんじゃないかとそこはちょっと期待をして今後向上この改善に期待をしていこうと思ってますけどもね。 そしてトスですね。トスはね、これ面白いですね。まだまだ発展途上だなというのは改めて感じました。うん、あのー、発展途上って言い方が正しいか分かりませんけども、まあ、この間、えー、札幌戦ですね。僕が現地で見た、えー、札幌戦なんですけど、あの時に、いや、このサッカー面白いなと思いながら、正直広、広島じゃない、広島じ札幌か札幌戦見てみたんですけども、しかしまあこう、ね、ひっくり返すと京都戦ですね。まあ、これは連戦の疲れとか、いろいろあったと思うんですけども、このさ、今回のゲーム、京都戦。 は結構苦ししみましたねやっぱり発展途上でこれから伸びてくるんであろうな、まあ、札幌戦はできすぎた感がある、まあ、走行距離とか半端な数字、走行距離残していたんでね、まあ、そこはやっぱりそういうのも含めてですけどもね、まあ、あの札幌戦を毎試合繰り返せとは言いません、やっぱりあの札幌戦を全試合、これ、全、えー、試合34試合ですかね、やったらそれは優勝するよねっていうのはねあるんですけどやっぱそこまでなかなか、まあ、期待はね、そこはできないんですけどしかし、だから改めてまだまだこのサッカー発展途上で、いい時と悪い時のバランス があ,るまあ本当にいいときの方が多いんですけどもね、まあしかし、この間の京都戦のようなゲームもあるということでね、これはなかなかに発展途中では見がいがあるというか見応えがあるというか、えー、追う価値がある、追う,追う価値があるって言い方悪いからなんか上から目線になってしまうんですけどもね、えー、見ていく、見ていきたいようなそんなチームで改めて感じましたね。でも本当、前線の組み合わせで、堀米選手スタメンで使ったんで、まあ、この間の本田、まあ、本田楓珠選手が多分万全であればスタメンだったと思うんですけども、まあ、ちょっと毛が明けとかコンディションがちょっと上がってきた中での、 まあ、ゲームでここで連戦挟むということで、まあ、スタメンおそらくないであろうという中で途中出場でしたけれどもね、まあ、この本田風珠選手が、まあ、この連戦にも耐えられるようなコンディションになって、常にツートップの威嚇とかで、まあうん、シャドウでもいいんですけどもね、プレーできればもっと面白くこのチームはなると思うんで、多分ね、将来的にというか、多分シーズン終了後には、えー、本田選手がなんだかんだでこのチーム中心だったね、みたいなチームになる気はしますけども、ちょっとも考えたばこのチーム伸びしろがある、本当、怪我に西川選手とかまだ出てませんからね、リーグ戦まで出て 出てない選手も多い中で、中野義弘選手とかもちょっと、なかなかね、多分コンディション不良かけがちょっと、えー、あれですけどもないない、いつか絡んでくる、まあ、中野義弘選手もいつか絡んでくると思うんですけど、そんな中で本当、ウィングバックのところも、えー、ウィングハーフのところも結構激しいだろう、ね、待っていると思うんでね、まあ、次、ホーム戦ですね。まあ、ホーム戦ね、次、清水エスパル戦とホーム戦そう、清水エスパル戦ですけども、まあうん、これからちょっと市民戦見返そうと思ってます。現在、まあえー、神戸セレッソ大阪のゲーム見ているんで、福岡が次対戦するセレッソ大阪の、まあ、神戸セレッソ戦見て はいるんですけれどもまあと数が清水のゲームこれからまあ見ていこうと思いますねまあ、だから しかし、これまでの清水の戦い方を見ていると、プレースタイルとしてはまあ相性は、鳥栖は悪くないというか、むしろね清水相手には、この鳥栖のサッカーというのは結構生きてくると思うので、そこは期待ができるかなというのがうんありますね。で、うもう一個言い忘れていたのは、昨日の京都戦ですね、昨日京都。京都は、今年の開幕戦、ベラボーにウラレッツを圧倒していたわけでございますけど、その開幕戦以上に良かったというか、うん多分今年一番のゲームをこの鳥栖とのゲームでえー見せたんじゃないか、失点は一致してますけど、PK による失点と。 ということで、個人的にこれまで京都参加のゲーム何試合か、えー、見てきた、た、まあ、多分6、7、8割ぐらい見てると思うんですけど、7、8割見てると思うんですけど、そんな中で僕の中ではこの突戦が京都市戦でと一番良かったゲームなんで、ト、ま、数、あ、からしてはそんなまま、えー、気にせずですね、次の市民戦に向けて切り替えてほしいと思ってますけどもね、はい。ということで、以上になりますね。以上、パブンテージ、ルサッカーちゃんサブの僕でしたよかったらメインチャンネル、そしてこちらサブチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。さらっ。